超映え映えです、うん、高親父パイセンのスプリットボールです。かっこいいですね。いっぱいステッカー、そしてこのあブルーン、ブルーンのやつですね。かっこいいですね。合体機ですね。このカラーリングどうなんでしょうか皆さん。ピンクで SM と書いてますけどね変なおっさんみたいな何でしょうこだわりのアキュブレードのスプリットボールビンディングですね。まあ見る人が見れば素晴らしいっていうのが分かるんですけどね超マニアックですね。販売してません。作るしかないというやつでございます。調整に余念がない先輩でございましたこれはちょっとようやく晴れてきましたね。いい雰囲気でございます。カツオクさんちょっと林道でこけてましたけど、なんとか大丈夫のようでございます。ふわふわの雪を楽しめることができるのでございましょうか。行ってきます。はい、お疲れ様でございます。今日はバックカントリーへ愉快な先輩方と8人のメンバーで行かせていただきます。ほとんどの方が初めてですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。恐れ入ります。皆さん白馬のベテランの方々でいらっしゃいまして、いやカツオとちょっとカツオ君がちょっともう超初心者的な感じでございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、じゃあついて行かせていただきますので、どうぞ先輩方先頭の方よろしくお願いいたします。はい、やっぱそうですか。私 2回目か3回目ぐらいでございます。これは可愛らしい お色目の板ですね。これはどこの板ですか。どこやろう分かってない、分からないけど なんか可愛らしい、なんか原点の仲間みたいな。割ったんですか。そうです。あ、割ったんですね。あー、なるほど。そうなんですね。だからこれ全員8人がスプリットボードということですね。はー、もともとの板を割った方も3人ぐらいいらっしゃるというところですね。結構雪がねたくさん降ってたんですけど、今ポツブになりましたね。こんな感じでございます。高親父パイセンが先頭を引いていただいております。結構斜面が急でございますが、ガシガシ登っていきます。すごいですね。スカスカ行きますね。シャカシャカいやけどこの斜面でシャカシャカ行くのはなかなか、やっぱツリーの中は雪が生きてるな。これ日が当たってるとかダメですね、これ。でもなんかホワホワしてる気が、影のところはね大丈夫ですね。向こうの山が滑ったら気持ちよさそうですね。ただ風がビューンと吹いて雪が飛ばされている感じでございますね。かなり吹いてますよあれは、ね、はい、あれはまあまあやばい感じですよ。館の高上さんとても見えないですね。渋いですね。かっちょいい後ろの山に高上さんが生えておりますね。もうなんかもうべちょべちょなってるもうべちょべちょやし、ビーニーもなんか歪んでるしべちゃべちゃ濡れ落ち葉野郎になってますか。べちゃべちゃいいんだよ、もう60にもなればいいんだよ、なんでもいいんだよおー、ちょっと絶景が超映え映えです。雲の上ですね。うわー、すごい、大人女子が吠えてます。すごいこれは良いっすよ。後年じゃないような気がするな写真をお願いします。写真を
来ましたね、絶景ですね。絶景1号さん行きました。こけんのかな。はい、大丈夫。いや、絶対手前で止まった方がいいよ。2号さん行かれました。どうぞ。じゃあ私行きますね。よし。じゃあ行きまーす。行き過ぎ？早い。ゲレンデより怖い。あの上から降りてきましたね。届かんな。またここ滑りたくない感じ。ご苦労さんでした。怖かった。パイセンです。大丈夫か。大丈夫やってますよ。はい、加藤さん、大丈夫ですか。ここはあの滑りよりも歩く方が好きな大人女子でございます。いかがでございますか。滑りよりこの方、ここが歩いてる方が楽しい、ね、楽しい、そうですか、そうですか。滑りの方がなんか怖いか。バリバリ関西乗りの大人女子でございます。バックの雪山をありながら、かっこいいですね、かっこいいですね。ありがとうございます。素晴らしいっす。テールでありがとうございます。今日一番の下りやで。今日一番の下り、ここですか。あの角ここから先が難所のようですね。じゃあ楽しみに行きましょう。良い眺めっすね。滑ってきたところが、ああ、あの沢ですね、あれですね。ああ、あれはいいわ。あ、すごいね。ガサッと行かないように。ガサッと。こちらのゲレンデです。ああ、なるほど。